ウルバヌス8世は、バロック時代のローマ教皇。本名、マッフェオ・ヴィンチェンツ・バルベリーに30年戦争を通じて見せた聖職者というよりは、政治家、統治者としての姿、学問と芸術の庇護目に余るネポティズムなど、様々な意味で最後の中性的教皇であった。彼は、文化、芸術の庇護者であり、 教会改革を進め、教皇国家の領域を史上最大のものに拡大させたが、彼の知性で発生した巨額の負債は、ローマ教皇庁を弱体化させ、長期にわたってヨーロッパに対し政治的、軍事的影響力を維持していくことを困難なものにした。なお、彼の時代にガリレオ・ガリレイの裁判が行われたことでも知られている。 マッフェオ・バルベリーニの肖像、マッフェオはフィレンツェの実力者でカトリック教会に最も寄付を多く行っていた、富裕な商人の一つであったバルベリーニ家の出身である。父はアントニオ・バルベリーニ、母はカミラ・バルバドーリであった。彼はローマの学院で学んだが、そこはイエズス会によって質の高い教育が施されていた。1589年には、 ピサ大学より、法学博士号を受けている。やがて、ローマ教皇庁の主席書記官だったおじの引き立てにより、教皇庁で働くようになり、若くして、シクスットス5世からグレゴリウス15世に至る、歴代教皇の側近として活躍した。クレメンス8世の時代に、主席書記官になると、フランス王アンリ4世の宮廷に向けた、教皇大使として、パリへ赴いた。 教皇大使は、ローマ教皇の代理として、教会改革を推進し、一方では、教皇権とヨーロッパ諸国とを仲介する要職である。1604年、クレメンス8世は彼を、ナザレの司教に助任した。パレスティナに所在するナザレの町は、当時オスマン帝国の支配下にあったため、形ばかりの役職に過ぎなかったが、イエス・キリストの育った地であり、名誉職には、 違いなかった。その頃彼は、叔父の死によってその遺産を相続し、それにより豪華なルネサンス様式の宮殿を、ローマ市内に購入している。パウルス五世の下でもフランス宮帝付教皇大使に、任じられ、1606年には38歳で、数奇教に昇進し、1608年には、スポレートの司教、1617年には、 教皇庁のボローニャ施設にも任命された。前任のグレゴリウス15世が熱病によって死去したのは1623年7月8日のことであった。グレゴリウス15世死後のマッフェオ・バルベリーニが教皇ウルバヌス8世として選出された教皇選挙会議は混乱を極めた。数期教授人が熱病に倒れ、 有力な候補者の一人ボルケーゼ教は、重病の床にあって、立候補を断念せざるを得なくなった。さらに、24人いる、数期教に対し20枚の用紙しか配られないなど、投票手続きにも不備があった。しかし最終的には、それまで、順調に出世してきたマッフェオしかないという妥協的な、雰囲気の中で、55歳のマッフェオ・バルベリーニが、必要な得票数を得て、 教皇の座についたた。1623年8月6日のことである。教皇就任マッフェオ・バルベリーには、グレゴリウス15世の後継者として、ウルバヌス8世を名乗った。教皇選挙の際に、ベネツィア共和国の特使ゼノは、以下のような記述を書き残している。新しい教皇は56歳。教皇性下は、背が高く、肌は、褐色で、 顔立ちは整い、グレー混じりの黒い髪をしていた。彼は、際立ってエレガントであり、その報復も細部にわたって洗練されており、優雅で、貴族的なその身のこなしと、相まって、絶妙な味わいを醸し出していた。彼は、優れた和者かつ論者であり、科を書き、また詩人や、文芸家の良き保護者である。自分が、教皇に選ばれた、選挙会議において、 様々な策略や駆け引きが教皇庁内で繰り広げられていることを目にしたウルバヌス八世は、数奇協会からは一定の距離を置くよう努め、自分自身の判断と自分の一族を頼みとして、聖火バルベリーニ家の人々をはじめとする親族を次々に昇進させていった。サンピエトロ大聖堂内の彼の墓の彫像の、左肩、彫像の土台、石管の上にはそれぞれ、 バルベリーニ家の紋章である蜜蜂が掘られている。ウルバヌスは、親族登用によって、自己の勢力拡大を図ったのである。遠古主義を壮大なスケールで展開し、親族には彼によって莫大な富がもたらされたので、それはあたかも、バルベリーニ王朝の様相を呈した。弟のアントニオ・マルチェロ・バルベリーニがおり、老いのフランチェスコ・バルベリーニ。 タッデオ・バルベリーに及びアントニオ・バルベリーにはいずれも、数奇教に就任した。老いのタッデオはまた、バルベリーニ家が所有していたコムーネであった。パレストリーマの地名を冠して、パレストリーマの公使と称され、カストロ戦争の際には、教皇軍の司令官に任じられた。教会改革と戦教ウルバヌス八世の教皇直所、ウルバヌス八世は、イサベル・デ・アラゴンやアンドレア・コルシーニなど多くの、 聖人を劣勢し、性別法を制定した。また、聖マリア法問答定会やバンサンド・ポールが創立したラザリスト会といった新しく設立された修道会を認可し、政務日課書を改定するなど、教会改革に熱心であった。教皇権の強化にも取り組み、ヨーロッパ外の伝道にも熱心で、布教活動にあたる聖職者を養成する教育機関。 コレギウム・ウルバヌムを創設した。コレギウム・ウルバヌムは、主として、新大陸不況の教育機関の役割を担わされた。ウルバヌスはまた、普遍協会の導き手として、1545年のトリエント公会議に習い、同様の議題を策定しようと図ったが、これには失敗している。1638年の教皇着書は、伝道組織に加わった。 南アメリカ大陸戦住民の奴隷化の禁止により、南米でのイエズス会の宣教と、そのあり方を保護した。また、同時に中国と日本の宣教師の業務の、イエズス会による独占を撤廃し、すべての修道会の宣教師に対し、これらの国々の伝道の道を開いた。また、ウルバヌス発生は1624年、神聖な場所でタバコを吸う行為に対して波紋など、 原罰に処することを可能とする強行直処を発したが、これは後にベネディクトゥス発生によって撤回された。軍事と外交ウルバヌス発生の知性は神聖ローマ帝国を舞台として長く続いた30年戦争がヨーロッパ全体に暗い影を落としており、プロテスタント勢力の台頭もあって、ローマ教会にとっても多事多難の時期であった。 強皇自身もヨーロッパ列強の思惑に対し、時に対等に渡り合い、時には左右されながら、世俗君主導用、ヨーロッパうちの一勢力としての政治的駆け引きを余儀なくされた。1626年には、ウルビーノ広告を強皇領に編入し、1627年には、マントバ広告で、ゴンザーガケの直系男子が途絶えると、 ハプスブルク家の影響力に圧倒されながらも、その意に反して、ム・ベエル公、カルロ一世を後継者に推している。1631年には、イタリア半島北東部のサンマリノの独立を承認した。戦乱の中で、ウルバヌス八世は、治療の軍事力の充実を図っている。彼は、ローマ教皇領を拡大した最後の教皇となり、教皇領は、史上最大となった。 マントバとの境に近いカステル・フランコ・エミーリアを呼び、チビタ・ベッキア・公を要塞化し、ローマのサンタンジェロ城を強化し、すでに、ディボリにあった、兵器工場をバチカンにも増設している。また、軍事力増強政策の一環として、ウルバヌスが、ローマのパンテオンの聖堂の桁を外して、大砲を製造したことは、大きな物議を醸し、 蛮族すら成し得なかったことをバルベリーニが成し遂げたと、皮にられた。ウルバヌス8世は、前代のグレゴリウス15世とは異なり、中立を保ちながらも、フランスへの接近を図った。それは、1527年に起きたローマ略奪のような、事態を回避し、イタリアにおける神聖ローマ帝国イコール、ハプスブルク家の野望に対抗するためであったが、そのことは逆に、 ブルボン王朝に仕え、フランスをヨーロッパ一の強国に成長させるべく尽力した、ルイ13世の名彩書リシュリュー数奇教の政治手腕に翻弄される結果をもたらした。さらに、教皇施設として派遣したジュリオマッツァリーノをリシュリューに引き抜かれて、自身の後継者に据えられ、ルイ14世の名彩書マザラン数奇教を誕生させてしまっている。ウルバヌスは、 1635年に新生ローマ皇帝フェルディナント2世がドイツのプロテスタント勢力と和議を結んだ際にもただそれを追認するほかなかったまた1636年ウルバヌスはケルンに平和会議を召集しフランスドイツ間の和解を図ろうとして失敗しているウルバヌス8世がスウェーデンやオランダなどプロテスタントと同盟したフランスを支持したために 教皇権の権威は帰って失墜し、ヨーロッパにおける教皇の影響力が低下したことで、ローマ教会はドイツでの巻き返しを実現することが、帰って困難になった。そのため、ウルバヌスは、イタリア半島における利権の確保に、注力せざるを得なくなったのである。学問と芸術ジャンロレンツォ・ベルニーニによる、サンピエトロ大聖堂の天外ウルバヌス発生は、 1633年にガリレオに自説を撤回させたことで歴史に名前を残すことになった。しかし、その一方で学問と芸術の守護者でもあった。高い教養で知られたウルバヌス八世は画家、彫刻家、建築家を最も助成した教皇の一人だった。聖テレジアの法越で知られる大芸術家ジャンロレンソ・ベルギーには、 ウルバヌス発生によって、ローマのあらゆる芸術活動を任された人物であり、その一環として、サンピエトロ大聖堂の内装に取り組んだ。ウルバヌスは、ベルニーニに対し内人の天外政策を移植しており、1626年、内部は改造中のままサンピエトロ大聖堂の剣道式が行われた。サンピエトロ大聖堂の天外は、 1624年から1635年まで完成に11年の歳月を要しており、また、首都ペトロの墓の天外は、強行量の年間歳入の10倍の費用がかかったと言われている。サンピエトロ大聖堂の天外と、ウルバヌス発生死後に大聖堂内陣に作られた、聖ペトロの死教座は、ベルニーニによるバロック芸術の傑作と言われる。それは、 彫像的な性格を有した建築装置であり、絵画、彫刻、建築それぞれの特質を融合して一つの目的のために駆使した、いわば、総合舞台芸術であった。ベルニーニは、ウルバヌス8世と甥の数奇跡をたってによりローマのバルベリーニ宮殿の建築にも関わった。バルベリーニ家の栄光を称える。 フレスコ画は、ピエトロ・ダ・コルトーナによって描かれた。その他、教皇による建設事業ではバルベリーニ広場のトリトーネの噴水が特によく知られている。ウルバヌス8世はまた、カステル・ガンドルフォに別荘として、ガンドルフォ城を築き、以後同地は、歴代ローマ教皇の秘書地となった。また、フランスの画家ニコラ・プッサンとクロード・ローランをローマに招いて、 創作活動に従事させ、ドイツ出身のイエズス会イの赤学アタナシウス・キルヒャーも、ローマに招いている。老いの数奇教フランチェスコ・バルベリーには、プッサン及びシモン・ブーエを庇護した。祝福を授けるポーズの教皇ウルバムス8世1640年、メーデルラント出身の神学者、コルネリウス・ヤンセンは、古代の恐怖として、著名なアウグスティヌスの思想から、 大きな影響を受け、その音調節をもとに、その人間の自由意志の無力さや腐敗した、人間本性の罪深さを強調した、アウグスティヌス人間の本性の健全さについてを発表した。ウルバヌス発生がこれに対し、1643年の会直イニエミネンティにおいて、ヤンセンの著作を断罪したことは、その後長く続いた、ジャンセニスム論争の幕開けとなった。 ネポティズムと教皇の最後ウルバヌス8世の知性において特徴的なことは大規模なネポティズムによる人事である。バルベリーニの一族によって教皇朝とローマは牛耳られ多くの富がバルベリーニ家にもたらされた。それに不満を持つローマ市民も少なくなかった。ウルバヌス8世は中世を通じて教皇朝の諸悪の根源として批判されていたネポティズムを 大々的に行った最後の教皇となった。これには当然弊害もあり、晩年のウルバヌス8世は、強欲な老いたちを信用した結果、1641年から1644年に、かけてのイタリア内部の構想に介入し、教皇庁の財源はそれにより大きな痛手を受けた。1644年、ウルバヌス8世は76歳で死去した。死因は、 パルマ公オドアルド一世との争いによる新郎とも言われている。数奇教会との対立から始まった教皇、ウルバヌスの知性の最後は、ローマでの民衆暴動で締めくくられた。ウルバヌス八世は、教会の財源を浪費したのみならず、イタリアで無謀な戦争を重ねてきたため、門伐主義に対する反感もあって、その人気は地に落ちていたのである。ウルバヌス八世の死以降、 教皇庁では改革意識の高まりとともに、ネポティズムの反省がなされ、その根絶が目指されるようになった。ウルバヌス8世は、ガリレオ裁判と縁が深い。もともと教皇即位前のウルバヌス8世とガリレオは、親しい友人であった。ガリレオは、パウルス8世によって批判され、ウルバヌス8世の時代になって、再び異端者として求断された。 1623年のガリレオの著作、ニセガネ監視機関は、ウルバヌス8世の支援で出版され、同書は強行に検定されたものであったにもかかわらず、ガリレオは自説を放棄させられた。なお、P.G. マックスウェル・スチュアートは、ウルバヌス8世が、天道説への強化にや革新により、ガリレオを断罪したというよりは、当時としては、異端の匂いのする、 地道説に何か怪しさを感じただけに過ぎなかっただろうと述べている。1631年、ウルバヌス8世はサンマリノの独立を承認した。サンマリノはこの時、以来独立を保持し、現存する独立国家では、最古の共和制国家である。なお、サンマリノの国名は、4世紀初め、マリーノという名の石膏が、ローマ皇帝によるキリスト教迫害を逃れ、 この地に潜伏して、キリスト教徒の共同体を作ったという伝説に、ちなんでおり、イシクマリーノを、イマリーノと呼称したことに由来している。アンドレア・ニコレッティの、教皇ウルバヌス8世の生涯によれば、ウルバヌス8世は、身長が高く、金星の取れた筋骨たくましい堂々たる体格で、肌は、オリーブ色、声は、朗々としていたという。また同書には、 ウルバヌス8世が素晴らしい知力と博覧狂気の持ち主で大きな頭、広い額、形の良い鼻、四角いあごひげを持ち、方は本来福くよかであったが晩年にはげっそりとこけてしまったことを記載している。カトリックの伝統と人文主義の新しい潮流が混交したローマの学院で学んだウルバヌス8世はトスカーナ語、ラテン語、 ギリシア語で著作を執筆した教養人であり、ラテン語の試作に優れ、多くの作品を残した。その外交、軍事政策には失敗も少なくないウルバムス発世であったが、今日でいうメセナ活動についてはしばしば高い評価も与えられる。シクスティス5世によるローマ再整備の後、その装飾を完成させ、ローマをヨーロッパ随一の芸術のととしたのは、 彼の功績と言える。折しもこの頃、ローマでは、オラトリオ修道会が中心となって、それまでにない新興新発露のスタイルとして、新しい音楽ジャンルを編み出していた。ローマの祝祭は、花々しい行列や、オラトリオなどの演出が、ウルバヌス発生の注力したバロック芸術と、相まって賑わい、巡礼や観光で、ローマを訪れる者は、年間数十万人にも及んだ。 また、彼の理念はフランスでは、リシュリュー数奇教や、太陽を類14世の養育係、最小となった、イタリア生まれのジュール・マザラン数奇教に受け継がれることとなった。トマーゾ・カンパネラ祭儀神の強いウルバムス8世は、先制術師に、ローマ在住の数奇教の指揮を占わせるようなことをしている。しかし、交換では、 自分の詳細な運勢図が流れていることを知り、天界から悪意を受けないようにするため、トミニコ会の修道士であった、トマーゾ・カンパネッダの力を借りて、間近に迫った月食の悪影響を除去する儀式を行った。カンパネッダは、1589年から異端として、長い間投獄されていたが、1628年に、釈放され、ウルバヌスの前に引き渡されたのである。 カンパネッラの儀式は、ラテラーの宮殿の教皇の間で行われた。それは、密室の壁に白い絹がかけられ、薬草が焚かれ、太陽と月を意味する二つのランプと十二具が用意、されて、先生音楽が奏でられるというものであり、キリスト教の教義からは著しく逸脱した、魔術的な儀式であった。兄に、カルロバルベリーニ、アレクサンドロ及びニッコロバルベリーニ、 弟に、アントニオ・マルチェロ・バルベリーニがおり、6歳年上の兄、カルロの子に、フランチェスコ、タッデオ及び若アントニオがいる。弟のロー・アントニオ及び3人の老いたちはいずれも、その親族と用作で、数奇教に就任した。モデナ公爵夫人となったルクレツヤ・バルベリーニは、パレストリーナ公と呼ばれたタッデオの長女である。タッデオの子には他に、マッフェオ、バルベリーニ、 カルロ・バルベリーニがいる。1667年に教皇となった、クレメンス9世は、トスカーナのピストヤ出身で、教皇となる、以前の名を、ジュリオ・ロスピリオネージュといい、ウルバムス8世が教皇だったとき、学識豊かな教皇の周辺に集まった文人の、一人であった。彼は、オペラの台本作者という顔を持ち合わせており、宗教オペラの様式を創出し、 最初期の機械劇の台本を何本か手掛けた異色の教皇である。ジュリオ・ロスピリオネージは若くしてバルベリーニ家に気に入られ、そのことが彼の昇進につながった。教皇就任後のクレメンスはまた、ウルバヌス8世のサンピエトロ大聖堂の改修事業に尽力した旧友のジャンロレンツォ・ベルニーニに,にサンタンジェロ教の装飾を依頼しており、橋は ベルニーに自作の2体含む10体の天使像の彫刻で飾られている。ありがとうございます。